はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸三をお送りします。で、等比数列ね、これで3本目でまた問題演習やっていきます。で、次回は、和の方の公式が出てくるんですけど、まあ、和の公式が出る前の最後ですね。で、今回2問問題演習ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番はですね、等差も出てきます。で、マイナス5、A、B、これが等差数列です。で、A、B、45が等比数列。をなすとき、まあ、そうなってるときだね。AB の値を求めようっていうタイプの問題。で、今回は、まあ、3つのね、その、第1個目、3つの項かが出てきてて、まあ、それが等差数列だと。で、こっちも3つがあって、等比数列っていう、その3つっていうのがちょっとポイントになるんですけど、そのとき、まあ、事前にね、出てきたように、等差数列、差の方ね、っていうのは、真ん中の2倍が、両サイドを足したものと一緒になります。だから、真ん中の2倍なんで、2a が両サイド足したもの、ちょっと順番変えますね。b マイナス5と一致する。これが、等差数列の特徴ね。で、等比数列は、真ん中の2乗が両サイドをかけたものと一致するんだよね。なので、真ん中の2乗だから、B の2乗がかけたもの、つまり 45A と一致して、こうやって式が2個ゲットできると。で、あとはこれ解いて終了です。いいかな。で、これはですね、まあ上の式を B イコールに直してしまって、マイナス5ね、こっちに持ってくれば 2A プラス5と。で、その B をここに代入します。だから 2a プラス5の2乗イコール 45a と。ちょっと数でかくなりそうですね。展開すると 4a 2乗。で、ここが、プラス 20a になります。で、こっちちょっとね、45a 連れてきてしまうと、くっつけて、マイナス 25a。で、プラス5の2乗なんで、プラス25。で、忘れずにね、イコール0にすると。で、これ因数分解だね。できるかな。24と55でいけばいいから。噛んだ。これ多分待ってね。4a と a にして、マイナス5、マイナス5にすれば、一致するね。じゃあこれで OK。つまり、a は4分の5、こっちね。4分の5とこっちから5。っていうのがわかる。なので、あとはもう答え書いて、これで終了となります。さてさて、答えがギリ入らないかな。まあ、ここちょっと狭くいけばいけるか。ちょっとこの書き方にしようかな。 AB イコールギリ入ってるね。まずこっち4分の5からいこうか。 A が4分の5の時、ちょっと先に書いちゃうね。で、 A が5の時のセットで分けますね。で、これはこっち2時になってて、こっちが1時なので、必ずこっちに入れて答え出してください。だから楽だからね。で、4分の5を入れると、4分の10と足すと4分の2、ん ?20 だから4分の30になるのか。4分の30だから、約分して2分の15。ってなります。で、5の方もここに5を代入すると、2号10足す5だから、B は15と。なって、これで OK というふうになります。まあ、ここですね、ポイントはね、まあ、等差数列って言ったら真ん中の2倍が両サイド、足したものね、と一致する。で、等比数列の方は真ん中の2乗が両サイドかけたものと一致するっていうのをうまくね、使ってください。で、ちなみにですね、2番も使います、またね。で、2番は、3つの実数 ABC に対して、まあ、全部足したら39、全部かけたら1000が成り立ってると。その時にその数列 ABC っていう並びね、これが等比数列
となってる。でその時に ABC 求めようと。でこれも上と同じで3つ並んでるものが等比って言ってくれてるから、まず真ん中の2乗が両サイドかけたもの AC と一致する、これを使って OK なんです。でこれとこれとこれの3つの式を使って切り崩していきたい。ただこれなかなかちょっとね切り崩しにくいんですけど、まずこれどっち入れようかな。 ABC がいいか。なのでここ AC、 これ ABC あるじゃないですか。これをねどうしようかな、こんな書き方本当はしないけど、ちょっとイメージでね、 ABC を ACB ってすればここがさ B の2乗と同じになるでしょ。だからこれテストの時絶対書かないでね、 ACB ってカッコにしとこう。こういうイメージで AC のところに B2 乗を突っ込むと B の3乗になります。イコール線で、これは左辺に持ってきて因数分解とかしなくても3乗して線になるのは10だね。10だからこっからもう B が10って分かります。ちなみにマイナス10だと3乗しちゃうとマイナス1000だからね。だからここ B は10で決定です、一つでね。で、一個もこれで切り崩せたから、あとはここに入れてみます。B を10って。そうすると、ここに B を10入れると、10、こっちに持ってきてね。持ってくると、A たす C が29になります。ここ10入れて、こっちに持ってきたから、39-10 で29。で、こっちにも入れます。B10 入れると、まあ、ここの方がいいか。まあ、こっちいいか。10入れると、10AC になってるんで、両辺10で割ると AC イコール100ってなるんです。でここでねすごい懐かしい知識を使うんですけど、これ自分下のね動画概要欄にリンク貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。これ数2なんです。数2の多分37番目の動画かなでやったやつで、2つの数字まああります、足したものとかけたもの、今そういう状態だよね。 A と C があって足したものとかけたものが分かってる時はこれ二次方程式に持っていけるんだよね。でどうなるかっていうと X2 乗足したもの、これの符号を変えたもの X プラスかけたものイコール0、これを解いた解が A と C になるんですっていうのやったんだよ。まあ、覚えてる子ももちろんいると思いますけど。で、これ因数分解すると、X が、100は25と4で攻められるので、X-4。そうすると29になるしね。こうなる。つまり、解くと X は、25と4になります。で、これが A と C な。ただし、今問題文に、A と C の代償関係書いてないんだよね。例えばここが、こういうのが書いてある。絶対 C の方が大きいですよ、みたいな。書いてあったら、A がこっちで C がこっちって決まるじゃんか。でも、今、こういうのがないので、どっちが A、どっちが C でもいいわけだよ。つまり、答えの書き方として、さっきと同じように書きますね。ABC イコール、ちょっと待ってね、先書いちゃうわ。B が10は決定なのでここは揺るがないです、 B に関しては。けれど A と C は A が4の C が25も OK だし、 A が25で C が4、こっちの組み合わせ両方 OK なので、この2つを答えに書いて終了となります。ここ懐かしいですね、ちょっとね、まあ、こういう感じのも使う時も出てきますんで、まあ、ぜひね参考にしてみてください。では今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回が最初にも話したように、まあ、タイトル丸四って続くんですけど和の方の公式出てきます。なのでもしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。